川田兄の結構あれが出てきてるので、川田兄行きましょう。はい。で、安西先生が、えー、対戦前の宿舎で確認したところによると、まあ、確認、チームで映像を確認してたときに、5番から3番までこなすよっていうふうに言っていましたよね。で、まあ、高校の入学時代は、入学したときは、165センチだった。 そこから1年で25センチ伸びた。いや、凄まじいよね。で、まあ、すでに名前も出てると思うので、アンソニー・デイビス。アンソニー・デイビスは高校時代に18ヶ月で20.3センチ身長が伸びて、ガードのスキルを持ったビッグマンが誕生したということで、まあ、ストーリー的には AD なんですよね。で、実は、ジュリアス・ランドルがちょっと、福田でも出てきましたけど、まあ、ジュリアス・ランドルも、 結構、河田兄、似てるなーって思ったんですよ。まあ、ストーリーはエディが過ぎる。カキフライさん。その通りで。でも、そう。僕ね、最終的に河田兄は、ここ映ってる。映ってるか。河田兄、こそ、ザイオン。ダメですかダメですかなんかあの、ブシッっていう。これこそなんか、ほんと吹き飛ばして、あのー、 桜木とか、もう、まあディフェンスがね、ザイオンがまあ赤木を封じ込めるぐらいのところってどうなのっていうのはあるかもしれないんですけど、一応川田兄も、例えば身長で言うと、25センチ伸びたんだけど、194だから、こう、森重の199とか、あとは花形の197とか、魚住の2メートル2とか、こういうところで、 言うと、ちょっとアンダーサイズなプレイヤーなわけですよね。だから、うん。まあちょっとアンダーサイズだけど、超ムキムキみたいなっていうところで、まあザイオン。ザイオン3ポイント打てましたっけザイオンはまあ打てないっていう振り込みだったんだけど、あの、サンアトニュースパーズドのデビュー戦でいきなり4本決めちゃいましたけどね。3。はい。AD かなザイオンよりも IQ が。<laughs> 悪くない。 川と兄はエンビード。エンビードはちょっと違うかな。そう、デビュー戦4本決めたんですよ。はい。あれはすごかったですね。ケルドン・ジョンソンも思いましたよ。はい。いろんなし、よかった。じゃあ、川と兄は、えー、そうか、でもフェイダーウェイとかね。うん。AD だったりするよね。 ザイオン、清さ。でもザイオンのドリブルっていうか、インサイドアウトのドリブル、すごいよ。もう、トニーパーカーかなって思うぐらいのこうスピンムーブだったりするんで。まあ、清さは十分なのかなと思うんで。まあ、僕は、はい、ここではね、えー、ザイオン、押していきたいと思います。というわけで皆さん、また次回お会いしましょう。See ya! ピッカーサーでした。いや